ランコビューティー、そこ行くとね、なんだろう、最初は緑色の、なんて言うんだろう、あれ、それをね、顔にブワーって塗られるのよ。それでガラスみたいなのが肌についてる感じになって、その日から2時間おきにそれを少しずつ拭いていくのね。起きてる時間2時間ごとに必ずクリーム2種類で拭くの、2時間ごとに。で5日間それを繰り返すと、一旦ちょっと皮がむけてくるんですよ。それでアフターって言ってもう一回行って整えてもらって、からは化粧品がね、洗顔、目の周りがあって、クリームなんだよ、より用のクリームに6種類ぐらいのものをやります。この化粧品だけやってればいいかっていうと、そうじゃなくて、この化粧品はグリーンピールをやった肌に対して向いている化粧品なんで、それでやります。僕6回か7回はやれって言われてるんですけど、2ヶ月経過しましたけど、肌は変わりましたね、かなり。まあどうでもいいですよね、おっさんの肌がどうなろうとね。あそこに書いてあるところに行った方がいいよ、ランコさんのところね、あの概要欄に書いてあるはずなんだけど、そこのあのグリーンピールを訳して行ってください。そこだったら僕はおすすめできます。他のところは行ったことがないんで、だからあそこはおすすめしますけど、他はおすすめしません。